分かんないな、ちょっと風邪気咳込んじゃう、そうね、だからじゃあどうしろっていうのも難しい助言なんだけど、リセットだからマウスピースを本当に自分に合ったマウスピースを使ってれば、どんなに唇を離してもこうやってたくさん疲れても。もうこのくらい完全に離して、ね、初めて吹くとと同じぐらい、はい、ね、完全に離しちゃってるでしょ。かなり新鮮な口で吹く。なんかやっぱりこう離してしまうと。違うところに当たっちゃうんじゃないかっていう怖さがあって、こう正直言うと話すんですけど、ちょっとどのぐらいのレベルでとどめるっていうのか、やっぱりちょっと接した感じで間を持ってしまう。それが正直言うとマスピースがパーフェクトにフィットしてないんですよね。でそのマスピースの小ささ浅さを利用して出そうとしてる部分があるから最後に音が出なくなるっていうことが生じるんですよね。それをまあうまく克服すれば別にそれはそれでいいんですけども、小さい浅いマウスピースを使っちゃうとどうしても当てられなくなっちゃいますよね、唇にね。だからじゃあこれ使いなさいっていうのは今のところ思いつかないんですけどね。そこをこれは割と先生の深い、でかいっすよ。この前吹きましたよね。あ、まあちょっと吹かせてもらってないと思うんですけど。そうですか。ぜひ吹いてみてください。よくそんなんで吹きますねというぐらい。あ、おかりですね。これは前 18bNJ も持ってて、その時はまだリード吹いてなかったので、その時はそれを使ってたんですけども、それはさすがにちょっときついね、タイミング、その耐久力的にきつかったので、これは何なの？いや、これ3ピースですから、今のとこまだ。ワンピースでもうすぐ出ますけど。これはスロットはこれ今は 3.73 ですから26だ。多分これ大きいと だから一回口離しても大丈夫じゃないですか。ちゃんと自分の当たりたいところ。そうだよね、ただすごく音が出しやすいので、ハイベンの中ではすごくいいような印象。でもそんなに大きさ感じないですけどね、そのところ。そう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 。でも相当でかいでしょ、これは。そうですね。うん、これはカップもかなり、でも U なんですよね。U ですよね、U カップです。どうもありがとうございます。夏ぐらいまでに20っていうのを売り出しますから、まあ使えるし、かなり使える人はたくさんいると思うんですけどね。こう3ピースですからね、これが上が外れて上のリムは、それはどこの
これはシルキーですよ。シルキーの20をそのまま取って、ちょっとこの辺は自分っていうか、まあ日本人に合わせてあるっていうことですね。うん、これエングリームもついてる。それもつ、いやいや、ついてます、ついてます。大きいとエグリがないと難しいですよね。だからかなりこう、何、無茶にこうグッと押さえてもここにちょっと逃げがあるから、これはもう多分、あ、これもでも結構えぐりはあるありっぽいですよね。はい、ないとでもこっちの方がすごいでしょ、多分。あ、そうですね。ですよね。こんなグッと触った瞬間にグッといってますよね。はい、それがあると抑えて息さえ入れるとどん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 出てくれるんですよね。うん。浅い中ではこれは割とついてる方で、ついてる方ですよね。前 14A4 も試してみたことがあるんですけど、あれはこうなってて、引き始めしか使えない、